今週のフィットネスニュースです。フリーコメンテーターののどかです。それ以外の清水です。まずはじめに、三菱地所ら調査、働く女性の摂取カロリー終戦直後以下の衝撃。二大ウェルネス課題、シニアの肥満と若年性女性の痩せすぎ。一つ目はシニア層の肥満が減らないことです。データを見るとこの10年ぐらいで過剰栄養による肥満者の割合は減らず、年齢とともにシフトしています。もう一つの課題は若年女性における栄養、運動、睡眠の不足だ。栄養面ではタンパク質、鉄、銅、ビタミンの全てが不足している状況だという。働く女性の1日平均摂取カロリーは終戦直後を下回る結果に。丸の内保健室が2014年から2016年に調査した女性のキャリアとライフステージ別の失業リスクの関係は驚くべきものだった。20から30代女性に対象した調査から、働く女性の1日の平均摂取エネルギーがなんと1479カロリーであることが分かりました。これは終戦直後を下回る数字で衝撃的な結果になりました。私自身、これまで日本の女性が痩せていることを問題意識はなかったのですが、痩せすぎの起因となる糖尿病やロコモなどの失業リスクが潜んでいることも明らかになり、その深刻さを感じていますと井上氏が言います。はい、ビジネスプラス IT より、こんな形でですね、まさかの終戦直後以下しか食べてないそうです。だからちょうどご飯ない時ってことですよね。はい、ご飯あるのに今まさにその世代ですかね。働く20代30代の人です。今日は、はい、どうでしょう。今日はカップ焼きそばとおにぎり3つと、はい、ゆで卵とコーラ飲みました。カップ焼きそば、まあ焼きそば、まあそれで800ぐらい、おにぎりが200で、3で600、あ、でも1500ぐらいしかまだない。コーラ痩せすぎ、はい、まあ痩せてる感じの食事ではないというのが、まあ、物語ってるとは思うんですけども、ただやはりですね、ここは非常に大事なのがですね、まあ、さっきもこれも書いてあったんですけど、運動不足もそうですけども、圧倒的に日本人の女性が痩せすぎの問題が多いそうです。これなんでなんですかね。ね、痩せ、まあ、人それぞれですけどね、美的センスはね、うん、私は160センチの60キロに選んでもらうの。いや、なかなかだなと思う、すごいなと思う。160センチの60キロに誇りを持ってます、はい。今みたいに清水が笑うことが良くないです。そうなんですよ、はい、そういうところですね、はい、そうなんですよ、はい、低評価をしてください。このニュース低評価をしてください。コメント欄炎上してください。はい、以上です。はい、ということでですね、本当にちょっと女性の痩せすぎっていうのは確かに日本として問題なのだと思うので、なんか食べる喜びを感じれる動画がのどかと今の2人でやってるですね、漏れなくね、あれすごくいい感じの、しっかりカロリー取れるようなものですよね、はい、はい、の動画も上げてますので、そちらを参考にしていただいて、しっかり食べて元気な体を目指していきましょう。以上、今週のフィットネスニュースでした。